皆さんおはようございます、今日はこういうふうにインターネットでしか、礼拝できませんけども、まあ一応礼拝することができることを感謝しています、でまあ話する前にちょっとピアノでもね聖歌歌うことはできませんけどもちょっと、聞いてください。住んでいるのも祝福ですので感謝します、今日、多くの人がいろんな必要があるかと思います、神様の教会ではいろんな、混乱いろんな、状況に合っている人がいるかと思いますから神様が励ましてください。神様がその必要を満たしてください。神様が力を与えてください。今日神様の御言葉を見ますが
神様の御言葉を通して私たちに知恵と力とを与えてください。神様のために生きることができますよ。神様が働いてください。すべてが神様のご栄光のためになりますよ。今日お祈りします。主イエスキリストの名によってお祈りします。アーメン。まあ、しばらくはこういう状況でこういう中で礼拝しますのでよろしくお願いします。また皆さんにね連絡していろいろまあもう安全になったら、また一緒に集まって、そして集まった時は、第一に一番今日はイースターですね。今日は、復活を祝うイエス様の復活を祝う時ですけども、まあ今日実際にみんなと皆さんといることができませんので、その日が来るとその第一の集会が、イースターですね。主を祝う、神様イエス様の復活を祝う、こととなりますので、待ち遠しいですね。それを思います、そしてもちろんその、いろんな課題を、皆さん覚えてください。それぞれの、教会の人の、祈りとか、宣教師のために、祈ることを忘れないでください、そして、まあ、続いて聖書を読んで暗唱聖句を覚えたり普通通りに、してみてください。お願いします。 All right.それぐらいかと思います。では、今日の集会今日の、説教に移りたいと思います。まあ、誰もいないのでちょっと、おかしいけどもやってみましょう。初めてですね。この、家内がいますけども一人だけです。はい。まあ今日は、今日から2つのことを、まあもちろん今日2つのことを話しませんけど1つしか言えませんけども、今日は2つの質問を見ていきたいと思います。今日と来週と終わることができれば。で第一は、見たい質問疑問はこれです。なぜいい人に悪いことが起こるのですか。そういう疑問を聞いたことありますか。またもしかしたらそういう自分も心の中にそういう疑問をされたことがありますか、ね、なぜ、いい人に悪いことが起きるのかということを本当に考えたことありませんか。多くの人は考えています。でも聖書からの答えがありますので今日それを見ていきたいと思います。そしてもちろんそれに似た質問ですけども同じく多くの人はなぜ悪い人にいいことが起こるのですか。同じように、まあ、逆の質問ですけどね。なぜいい人に悪いことが起きるのかと、そしてなぜ悪い人にいいことがあるのかという疑問をする人がいますね。で、聖書からの答えがあります。ですから今週は、これだけを見ていきたいと思います。なぜいい人に、悪いことが起きるのか、そういうことを自分でも考えたことはありますか。多分人間であれば考えたことがあるんじゃないかと思います。そして簡単な答えは、起きないというのが簡単な答えですね。要するにいい人に悪いことは起きません。でもねそれをえって言うかもしれませんね。その意見違いがあるかもしれません。何よ、いやでも私はね優しい人に悪いことが起きたら見たことあるんですとかいろいろ言う人もいますけどね。ちょっと説明させてください。まず A、一番に、本当にいい人というのはいません。Okay? まあ私たちはよくね、まあ意味わかりますよ、ね。優しいおばさんがね、交通事故になって死んだとかね、なんであんな優しいおばさんがこんな悪いことにあったのかっていうのわかりますよ。考えてることはわかりますけども、本当は考えてみればこれです。これが事実ですね。本当はいい人っていうのはいないんですね。聖書によれば、私たちみんな罪人です。私たちみんな罪人で、自国に、永遠に自国で永遠に、罰を受けるのが受けるにふさわしいものですね。私たちは完全的にそして絶えず
永久的に悪いのです。人間は、初めから今まで、正しく生きてきた人はいません。罪人でない人はいませんでした。もちろんイエス様は例外ですけども、人間の中では、今まで神様が、アダムとエヴァが落ちてから堕落してから、私たちはみんな罪人です。罪人でない人はいません。ですから、そして、罪人でなくなる、自分の行いによって、自分の努力によって罪人でなくなることもできません。可能ではないです。だから永久的に私は罪人であるんですね。そして絶えず私たちいつもいつもただ一回罪を犯しただけ、一回罪を犯しただけでも罪人ですよね。罪を犯すというのは罪人である証拠ですから。で、一回犯しただけでも罪人であることは明らかですが、私たちは罪人です。みんなが罪人です。聖書はそう書いてあります。多くの箇所にそう書いてありますけども、少しだけ見ていきましょう。イザヤ書の53章の、53章の6節にこう書いてあるんですね。私たちはみんな羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かって行ったのです。ね、だから私たちはみんな自分勝手、自分の、思う通りに、悪い道へ、進んでいきます。同じくイザヤ書の64章の6節にこう書いてあります。私たちはみんな汚れた、もののようになり、私たちの義はみんな、不潔な着物のようです。私たちはみんな、汚い罪人です。聖書に何回も何回もそう書いてありますね。詩編14編の1節から3節、これ1節から3節にもそう書いてありますね。私たちはみんな罪人であります。罪を犯さない人は、最後の書いてあるように一人もいない。みんな罪人です。まあ、新約聖書にその今の詩篇をまた、同じ考えを持ったローマ書6章の23節にこう書いてあるね。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ね、そして同じくローマ書の3章、まあ、10節から18節に、まあ、神様の私たちに対する意見が書いてあるんですね。私たちは自分のことをどう思うのかが正しい、大切ではありません。自分は、みんなは自分は罪人では、まあ、罪人というか完全ではないというのは分かっているけど、そこほどの罪人ではない。永遠に地獄に燃えるほどの罪人ではないというのは多くの人は思ってますね。私たちは大抵みんなは自分のことを、神様が私たちのことを知っていることよりも、私たちは、まあ、自分のことに対して意見が高いんですよ。私たちは、まあ、自分はそんなに悪いと思わないんですね。でも神様がどう思いますか？私たちの意見は本当は関係ないです。構わないです。私たちは自分が良くても良くなくても、それは本当は関係ない。神様が正しく判断しますので、神様はどういう判断しますか？私たちの対に、私たちに対して。まあ、もちろんこれはちょっと長い箇所ですから、私が読んだらもう習慣終わっちゃいますので。その10節だけお読みしますが、18節まで自分で読んでみてください。ローマ書の3章10節から18節までですけども、10節にこう書いてあるんですね。それは次のように書かれていると、書かれている通りです。義人はいない、一人もない。だから正しい人はいません。罪人でない人はいません。いい人はいません。神様の面から見るといい人はいません。神様の判断によるといい人っていうのはいません。ですから、そのなぜいい人に悪いことが起きるのかっていうのは、正しい質問じゃないですね。だっていい人っていうのはいないから、私たちってみんなにそのまあいわゆる悪い経験があっても不思議ではありません。私たちは不思議に思うでしょ。なんであんなにいい人にあんな悪いことがあったのとかね。まあ大抵は私たち自分、私になんでそんな悪いことがあったの、私そんなに悪い人じゃないんだから、
なんでそういう悪いことがあったの、神様卑怯やんとかそういうことを考えるんですね。でも私たちは正しくない、私たちは罪人です。私たちはどの神様の裁きにあっても不思議ではありません。それにふさわしいものですからね。永遠に地獄に燃えるほどにそれを受ける、その罰を受けるにふさわしいものです。罪人です。ですから本当はいい人っていうのはいません。だからそこだけでもね、私たちは自分の罪のひどさを理解しているならば、どの、私たちが言える悪いことがあっても不思議ではないはずです。私たちは堕落した世に住んでいます。神様に逆らっている世界に住んでいますので、悪いことあるのは当たり前です。本当に逆に、本当は逆ですね。本当はなぜ私たちはみんないつも悪い経験してない、時々、私たちが楽しいことを経験するでしょ。だからその悪いことばっかりじゃないんですので、本当は私たちは悪いことばっかり経験するべきです。本当は神様に逆らったものです。ですが神様は憐れみ深いものですので、私たちにそういういつもの罪の結果を感じさせてくださいません。ですから、本当はいい人はいない。だからなぜ、いい人に悪いことがあるのかというのは、日本ではないですね。いい人というのはいないんだ。でも第2ね、その第2の、文は、なぜいい人に悪いことが起きるのですか。本当は、いい人には、悪いことはありません。悪いことを起きません。だから、いい人っていうのは、神様に義と認められている人であれば、本当は悪いことっていうのはないです。悪いっていうのはないです。神様は私たちにいいことしかしません。私たちは立場的に、キリストの義とみなされたものは、そのものには悪いことっていうのは本当は起きません、ありません。この悪いのはないです。ちょっと私たちはその第2コリントの21節によると、神は罪を知らない方を、っていうのはそのイエス様ですね、罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。だから私たちは立場的に義人となっています、キリストの義と見なされたもの、または神の義となったものはには、決して悪いこと、それは悪いことというのはどういう意味ですか。その無益のこと、悪いという言葉は意味が2つあります。もちろんギリシャの言葉は2つありますけど、違う言葉ですけども、同じく悪いということで翻訳されますけども、悪いっていうのは、道徳的に悪いのと現実的に悪いというのですね。で、道徳的に悪いというのは神様や聖書に合法してはいけないというのは悪いことですけども、これは別に現実的なことですね。悪いっていうのは道徳的なことではなくて現実的なことですね。交通事故とかそういうね、私たちもその疑問を考えるね、なぜいい人に悪いことがあるのかというのは道徳的ではなくて現実的な考え、現実的な意味で悪いと言ってますね。だから現実的にはその、クリスチャンであって神様との関係が正しければ悪いっていうのは本当ないです。その悪いことはないです。その約束が聖書に書かれています。ローマ書の8章の28節、これは皆さんがご存知かと思いますけども、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと書いてあるね。その箇所は、素晴らしい、ほとんどの人は暗唱するかと思いますけども、神様はすべて働かせて益としてくださる、現実的に益としてくださる。だから悪いことはないです。この約束を見ると悪いことはないんですね。私たち
楽しくないとかありますよ、いろいろ。そして、本当は、経験するの楽しいということない現地がたくさんありますね。ですが、私たちにも身のためにならないことはない。クリスチャンであれば、そして神様と正しい関係を持っているならば、私たちには、利益のことばっかりです。悪いことは本当はないです。無益なことはないです。神様は、主権者です。すべての主権者ですね。そしてすべてのものを支配しています。神様には知らないことない、できないことない、神様の支配の下にいないものはありません。だから神様が間違いを起こしたことはありません。あなたが神様との関係が正しいが、私は悪いことを経験した、苦しいことを経験したのであれば、神様はそれを見逃してないよ。神様、見てなかったとかね、そういうのはないですよ。神様見てないことはないし、知らないことはないし、できないことはないです。止めることね、神様が、経験してほしくなければ経験しません。ですから神様がその経験を許すのであれば、悪いことではないです。私たちの、立場とか私たちの考えからは悪いと思うかもしれません。でも悪くはありません。神様の約束では悪くはありません。まあそれはもちろん味方による味方ですが、味方にもよりますね。私たちはそれが益であるかないかをどう判断するんですか。そして多くの場合、私たちは間違えて判断します。正しくない判断をしてますね。まあ前にも、例え話として話したことあるんですけども、ちょっとバカらしい考えですけども、自分が急に誰かが自分の腹を切っていることを見ると、それはいいことですか、悪いことですか。ナイフ持って腹を切る、すごい悪いことでしょと思うでしょう。だが実はそれは医者で、あなたの、胃のがんを切り取ってるっていう、それは、本当は私、医学者でもないし医者でもないから本当はわからないですけども、とにかくそういうね、手術して自分の腹を切ってそこからがんを出しているならば、それはいいことじゃないですか。ね、悪くはないでしょ。まあもちろんね、悪いつもりで、泥棒が、腹を切ったらそれは悪いんですけども、だから私たちの見方によるですね、その目的によるですね、なぜそうしているのか、ね、泥棒がね、僕たちのお金を取ろうと思って腹を切るんだったらそれは悪い。ですが、医者が手術をして、がんを切り取らないと死ぬから、それを切り取るのはいいことです、ね。同じように神様がしてくださることは、いいことです。でも私たちはね、知らなければ急に起きて誰かが腹を切ってるっていうことを見れば、ダメだこれはって言うかもしれませんけども、目的にもよります。です、神様の目的は正しいです。神様の目的は私たちの成長です。私たちの徳です。私たちの、益が神様の目的です。それがその箇所の約束ですね。神様がしてくださることは私たちの身のためになることですね。ですから神を愛し、神のご契約に従って召された人が どれほどの、不快な経験にあったとしても、すべての経験はを益としてくださいます。神様がそれを、支配することができる。あなたの事情を全部支配してますね。でもこの人がこうして悪いことをしてきたと、そういうことも神様が実は利益のために使うことができます。どの悪い経験でも、私たちが悪いという経験であっても、神様がそれを私たちの利益にすることができます。神様がそれほどの力を持っているものですね。他の人のやった悪いことは私たちの徳になることができます。神様を信頼し、神様を信じるならば、神様を愛し、そしてその御心通りに歩むならば、神様はその悪いことも、私たちが思う悪いこと、悪いつもりでやった人の誰かが本当に
悪いことをやろうと思っても私たち今いい結果が出る。神様はそれをいい結果にすることができます。その力を持ってます。その才能を持ってます。その能力を持ってます。神様は。そしてそうしてくださることを約束してます。どの経験にあってもね、私たちの巡りだとこの経験がどうして得になるか、どうして私の益になるかはどうしても分からないね。この病気とか、この事情とか、この事故とか、まあ本当に神様の巡りの事故というのはないんですけども、この偶然にできたものとかね、この私が思っていなかったものがどうして私の、ね、益になることができるか私たちには分からないかもしれないけども、神様は絶対そう約束する。これをあなたの益としてくださることが神様の約束です。で、神様の主権者です。すべてのことを支配しています。神様が支配していないものはありません。神様に逆らって神様の御心をせずに生きることができますか？もちろんできますよ。例えばこれですね、例えば誰かがあなたを殴ったでしょう、ね、それは神様がそのあなたを殴った人があなたを殴ったのはその人のためには神様の御心でしたか？いや、神様は暴力振ってはいけませんと聖書に書いてます。そう書いてあります。ですからその人の面から見るとそれは神様の御心ではない。そしてその人は、そのために罰されます。そのためにその悪い自分が罪に悪いのでその結果があります。しかし私たちの面から見ると私たちが神様を愛し神様の御心通りに歩もうとしているならば私たちの面から見るとそれを経験するのは神様の御心です。だから同時にその行いは同時に神様の御心がいいでもありますよ。その視点の面から見ると神様に逆らっている。神様がしてほしくないことをしたんですね、その人は。だが私たちの面から見ると私たちにそれがされたならばそれは神様の御心です。そしてその私たちが、どういうふうにそれがいいっていうのは分からないですけども、それを私たちの益のために神様はしてくださいます。それが本当です。神はそこまでに神様が偉大な神様です。他の人のやった悪を私たちの益のために使うことができます。私たちの聖女のために使うことができます。だから他の人が悪いことをやったつもりでやったとしても神様はそれを私たちの益としてくださいます。益としてくださることができます。神様はそこまでの主権者、そこまでの全能全知を持った方です。神様は間違いを起こすことができませんし、そして神様は私たちが耐えることができないほどの誘惑には合わせません。その困難とかには合わせないことを約束のしてますから、神様はそれを私たちの益としてくださいます。そのつもりでその経験に合わせてくださっています。ですから経験を見てああこれはダメだというよりも、経験を見てああどういうふうにして神様はこれを私の益としてくださいますかね、私の目から見てもいいことが、ね、結果であるのは、ね、誰か私を殴ってすればいいことだとも思いませんけどね。でも神様はそれを通して働くことができます。私たちの心にも働くことができますし、その、その罪を犯したその心の中にもそれを通して働くことができます。私たちはただ私たちのやったいいことによって神様が働くことしかできなければ一応神様が働くことできないんですが、私はみんな私も悪いことします。私も罪を犯します。そして神様は私が犯した罪の中にも、もちろんそれは神様の御心ではないが、その中にも神様はそれを私たちに教える。ほらこうしたでしょ、それが結果でしょ、よくなかったでしょ、次の、ね、あの罪を犯さないでということを神様が教えてくださいますね。ですから神様は要するに私たちが経験している悪いことをいいことにしてくださいます。益としてくださることを約束してますし、それをできる力があります、神様は。ですから今日はいくつかの、そのクリスチャンの、経験する、試練ですか、2話について話していきたいと思いますね。それが、利益になることができます。それをどういうふうにして神様がそういう試練を私たちの益のために使うかを
ちょっといくつか見ていきたいと思いますので、まずこの、全部の箇所、少しずつ読んでいきますから、でも聖書をお持ちであれば第2コリントの12章の7節から10節まで、見ますので、そこのところを開いてください。第2コリント12章の7節から、10節まで。まず第一に、神様はこの試練ですか、試練とかを、通して私たちを謙遜なものにしてくださいます。神様はこの試練を通して私たちを謙遜なものにしてくださいます。私たちは、謙遜であるべきです。私たちはその点謙遜逆なんですよ。傲慢ですか、高ぶりですか。私たちは高ぶると絶対に罪に落ちます。高ぶることは罪です。でもそれが本当に本当に、人間として高ぶらないのは難しいことです。私たちはついつい特に褒められるね。わあすごい、うまいうまいと言われたらみんな、あそうだね、こうやってねついついなっちゃうでしょ。いや、まあそうでないと言ってもね、心の中に傲慢になることはできない。もうそういうのは簡単ですね。で、そうならないように、そしてそう傲慢になれば、もう神様に使われない、用いられないような、ものになります。神様は謙遜なものを、用いることができます。謙遜なものを使います。ですから、謙遜でなく、私たちが傲慢なものになると、自分が神様に使えなくなっちゃいますので、本当に謙遜なものでなければいけません。そして、でも謙遜な状態は難しいよね。謙遜、ずっと謙遜でいるというのはね、難しいです、誰がどういう経験してもね、普通、まあ、私と同じであるかと思いますけども、自分がいいことをすれば、まあいいことというかうまい、ね、自分が得意なことをするとみんなに褒められると傲慢しやすいです、でも神様はその傲慢を取り除くことができます、簡単に。そしてそれを取り除くためにいろんな試練に合わせてくださっています。ですからそれいいことですか。いいことです。そういう試練に合わないと傲慢になっちゃいます。高ぶります、そして、その高ぶりによって私たちは神様に用いられないような、神様に喜ばないような、ものになっちゃいますので、そうならないように神様は試練に合わせてください。それが第一、神様の目的です。ですから先ほど、見ました第2コリントの12章、7節を、特に見てください、7節にこう書いてあるんですね。また、その啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと、肉体に一つのトゲを与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。そこに、パウロは言いましたね。この試練ですか、この何だったかははっきり分かりません。多くの人は、まあ、目の問題とかいろいろ、ね、病気とかいろいろ考えているのではっきり書いてませんけども、とにかく神様が与えてくださった、パウルに対して、嫌な経験でしたが、激しい苦しい、試練でした、なぜその試練に合わせてくださいましたか。パウルの証では、これは 神様がね、パウルにいろんな経緯、パウルは新約聖書の半分、パウルが書きました、27書物の中の13書物を書いてますので、私ほど神様に用いられているものはないぞって簡単に言いましたね。そして実際にはそうでしたね。パウルは素晴らしく神様に用いられました。でもパウルは謙遜なものでした、ね、パウルもパウルの使徒パウロです。もう使徒パウロの手紙を読んでも、人としての権力はありました。でも私はこうしよう、ああしようって今とか言いがちで、いやこうしてくださいとか、手紙の中に書きました、ね、
謙遜のものでした。でも彼はそのために試練を受けました。その謙遜に残るためにあまりにも啓示が与えられたので、傲慢になって高めて、俺は半分以上新約聖書を書いたのぞっていうような態度を持たずに、のために神様は試練に合わせてくださいました。そしてそれはいいことでした、ね、それによって謙遜で入れるのならばそれはいいことです、ね、そして神様はその私たちにもそういう経験をさせてくださいます。私たちが傲慢だって高ぶらないように、ね、ちょっと傲慢だって高ぶるとね、神様がそういう試練に合わせてくださいます。そしてその試練にあったら私たちは、あ、自分は、高ぶっていた、ですから神様ありがとう、その苦しい経験をさせてくださったのはありがとう、なぜならば私はその経験によって自分が、認めないものだと分かっていますので、そして謙遜になることができましたので、それが第一の、徳ですね。神様が私たちのために、試練を与えてくださるそのいいことは、謙遜で残ることですね、謙遜というのはあの大切な、大切な、傲慢ではない、威張らないのが大切です。クリスチャンはそれによって、まあその第一テモテの3章の、6節に、こう書いてあります。これは、あの牧師の資格のところですね。牧師がこういう資格がなければならないということの、ところの最後あの6節にこう書いてありますね、また信者になったばっかりの人ではいけません。傲慢になって悪魔と同じ裁きを受けることのない、受けることにならないためです。要するに悪魔はどうして落ちるんですか。どうして堕落したんですか。もちろんその旧約聖書に書いてあるんですけども、悪魔が傲慢であったんですね。私は悪魔は、一番高い天使でした。一番素晴らしい神様の創造物の中で一番素晴らしい栄光のあるものでした。そしてその悪魔が傲慢になりました。私は素晴らしい、よし俺は神様だろう、神様に打ち勝とう傲慢になって落ちたんです。ですから、その、クリスチャンになったばっかりの人であれば自分は、素晴らしいと思って高ぶって落ちる、そしてその、悪魔と同じ裁きを受けないように、だからそういうそういう人を、ね、クリスチャンになったばっかりの人を牧師にしてはいけないと、ね、なぜならばそう、ね、自分がクリスチャンになったばっかりですけど、みんなに あの人は素晴らしい、精神の能力は素晴らしいとか言って、じゃあ牧師にしようと言ったら彼が傲慢であって悪魔のように落ちるから、だから初めてクリスチャンだばっかりの人ではいけませんということで、ね、でもそ あの大切なポイントは、傲慢になってはいけません。で、傲慢にならないように神様はいろんな試練に合わせてくださいます。ですからそれいいことですねそういう試練に合わないと私たち傲慢になって神様に用いられない、使われないような資格が、あの、まあ、資格のない神様に用いられるような資格のないものになっちゃいますからね。ですからそれはいいことです。試練はいいことですね。だから第一に私たちが謙遜でいるために神様は私たちに試練に合わせてくださっていますね。ですからそれは素晴らしいいいことですね。だから私たちが悪いと思うものは本当はいいことですね。だからまず第一にね、そのポイントは第一に、いいね、なぜいい人に悪いことがあるかっていうのは、まず第一にいい人はいない。で、第二にいい人になった人もね、その認められた人の中でも悪いことはないです。その私たちが辛い経験は悪いと思うんですけども、痛みと同じですね。私たちはその、手が痛いとか足が痛いとかな、あんまりね、あの痛いのは好きではないんですけども、その痛みには、痛みはどっかに悪いところがあるよっていうので、その痛みはいいことです。痛みがなければ、結果として悪いんですね。だから痛みがなければならないですね。同じように私たちは試練がなければ傲慢になっちゃうから試練が必要です。だから試練はいいことです。痛みと同じように、痛みは誰も痛みを感じるのに好きな人はいませんね。痛いとすぐにいやいや薬飲んだりね、泣いたりしません、ね
でもその痛みというのはここに何か問題あるよって知らせているから、それが痛みがいいこと、痛みがなければ結果は悪いんですね。同じように、私たちは傲慢にならないように試練を神様の憐れみのゆえに経験させてくださっていますので、試練はいいことですね。そして第二に、その試練に合わせていいというのは、神様は試練を通して私たちを神様のより近くに寄せてくださいます。神様はその試練によって私たちを神様により近くに寄せてくださいます。その第二コリントの12章の8節をご覧ください。8節に、ちょっとパウロがこう書きました。このことについては、これを私たち、私から、去らせてくださるようにと三度も主に願いました。ですからその試練を通して、パウロは神様により祈りましたね。どうですか、あなたは試練がなければ、あまり祈りの、ね、祈りの時間は増えないでしょ。なんか試練が合うと、ね、祈りの時間が増えてあるでしょ。でしょ、普通の人間であることですね。何もない、全部うまくいってる、もう問題全然ないと、ついついと、もちろん神様に祈らなければならないが、そして、まあ、義務的に祈ってるかもしれませんね。あ、いや、神様祈らなくちゃ、まあ、一応5分ぐらい祈ろう、祈ろうかもしれません。でもなんか病気かなんかあったら、必死に神様に祈る、神様お願いですから、本当にこの、なんかね、そういう試練が合うに合うと、私はより神様に近づきます。それがなければ、神様に近づかないのが現実だったかもしれませんね。ですから、その試練はいいことです。より神様に近づけるんですね。私たちが神様にもっと、長い時間かけて祈るとか、もっと聖書を読むとか、その関係、神様との関係、その試練を通して神様との関係が、その時間が増えたり、近くなってしまいますね。ですからパウロはその試練があったでしょ。ですからパウロ、まあ、もちろんそのパウロはいつも祈ってる、大切に祈りなさいというのはパウロですから、パウロはよく祈ってましたけども、このことについて三度もの書いてあるんですね。三度も神様に願いました。神様お願いですから、ね、そして次にまた神様お願いですから、三度というのは、まあ、あの連発3回、はい、神様じゃなくて、多分ね、今日明日明後日とかね、そういうような、ことで、もうよくパウロは祈りました。そのものがなければ、もちろんパウロはそれだけじゃない、それだけによって祈る目的はそれだけじゃなかったんですけども、よりの目的ですか、さらなる目的ですか、神様に祈る目的がありました。だから私たちは試練に合わないと神様に祈る目的が減っちゃうというわけですよ。本当は神様に目的があってもなくてもね、祈るべきです。絶えず祈ってなさいって聖書に書いてあるから、私たちはいつも神様との交わりで神様に祈ってるはずです。しかしその試練によって、本当に神様との会話が大切になります。ですから試練があった方がいいんじゃないですか。神様に祈る目的になりますから、その試練がなければ神様に祈らないかもしれません。でも試練があるから神様必死になって神様に祈ったりすることがありますね。ですからその試練は、その面から見るといいことです。素晴らしいことです。その試練はによって私たちが神様に近づいていくっていうのは、神様との関係が、もっと近くになるのであれば、その試練は、その試練はいいことになりますね。悪いことではないです。いいことです。ですからその試練を通して神様に近づくことは、その試練は素晴らしい、それが利益ですね。その試練は利益です。神様に近づく、引っ掛けとなりましたね。引っ掛けと第3に、神様は試練を通して私たちに、自分の、霊的な状態を示してください。本当の霊的な状態を示してください。私たちは、
弱いものです。霊的に弱いものです。自分は自分の判断はほとんど間違いですね。私はこういうものですというのは本当に神様の面から見ると違いますね。神様の判断と私たちの判断は違います。私たちは弱いものです。第2コリントの12章の9節にこう書いてありますね。9節に、しかし主は、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに、完全に現れるからですである、と言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを、誇りましょう。だから弱いんです。弱いって言うね。弱さ、弱い。私たちは弱いものです。霊的に弱いもの、肉体的にもそうですけどね。だから私たちは自分が強いと思いますね。あ、俺は絶対にそんなことしないよっていう。それが一番危険なものですね。私はそういうね、自分は立ってると落ちるという、ね、聖書も書いてありますね。自分が立ってると思うものは、注意しなさいです、ね、そういうものは落ちるからですね。だから自分は強いと思うものは、自分の弱さに気がつかないものは、自分の力で生きていく、自分の惨めな力で生きていく。神様の力ではなくて自分の力によって生きることができません。生きれば、愚かなものですね。でも自分は自分の力で十分、自分の才能、自分の力では十分であると思う人は神様の力を求めません。ですから試練によって自分が本当にどんだけ弱いものであるかをに気がつけば、私たち、神様助けて、私にはできない、神様が、ね、力を与えてくださいと言わなければならないです。ですからそういう状態に私たちが、その試練によって落ちるならば、それはいいことですね。その試練は私たちが自分がどんだけ弱いものであるかを示してくださっているんですね。ですからそれはいいことです。自分が弱いっていうのは分かったら、自分がの力は抜けてるから神様の力が必要だと分かります。多くの人は自分の力で生きていこうと思ってますね。そういう人はいつも失敗します。もう自分の力で生きることを自分は失敗します。で、神様の力はなければいけません。でもそれを分からない、自分は自分で十分だと、自分の持ち物、自分の才能、自分の力は十分だと思う人もいます。ですから神様から求めようとしません。力とか才能とかを神様から求めようとしませんので、本当は弱いんです、人間というのは。私たちは自分が、ね、自分は本当はね、賢い、自分が、ね、力がある、自分は、ね、才能が素晴らしい、すごくピアノ弾けるでしょう、ね、自分での本当はね、自分のことを事実よりも高く思ってますね。だからそれを、自分の弱さを知るために神様は私たちに試練に合わせてございます。で、その試練にあって自分が弱いっていうのは分かったら、それはいいことですか。まあ、がっかりしてもやめておくっていうのは、いやそれによって自分ではできないから神様っていうのであれば、それはいいことです。素晴らしいことです。自分は自分の弱さを認めなければ神様の力を求めることはないです。で、自分の弱さ、自分の力によって生きると失敗します。ですから、試練によって私たちが自分の弱さに気がつくと、神様助けてくださいと願いますので、その弱さを理解するのは必要です。重要です。で、そのために神様は試練に合わせてくださっています。ですから、いいことです、試練は。それが利益ですね、一つの。ですから、私たちは自分の事実の状態ですよを理解するために試練に合わせてくださっていますので、試練はいいことですね。第4、5までいけるかな、行ってみよう。第4は、神様は試練を通して私たちに神様の恵みを示してくださいます。神様の豊かな素晴らしい恵みを神様が
示してくださいます。試練を通して。その、まあ、あの旧説の一番初めに、しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのですね。私の恵みは十分である。ですから私たちは自分は弱い、自分ではできないということを分かったら、今度は神様の恵みに頼らざるを得ないですね。自分は神様これください、私はこれを受けるにふさわしいもんだからというと、神様は与えてくださいません。私たちは謙遜にならないといけないですね。ですから私たちは謙遜なり、神様私は十分ではない、神様力はない。ですから神様が、そしてその力を受けるにふさわしいものではないですよね。あの私たちは神様は与えてくださいに決まってるじゃない、こんないい僕をなんて、いや私は惨めな、ね、弱いものばかりではなくて、神様の力を与えられるにふさわしいものではないです。神様の恵みですよ。恵みというのは何ですか。まあ、恵み、憐れみというのはよく、同時に使いますが、その恵みというのは、その憐れみというのは本当は、その自分が受けるべきものを受けない、だから要するに罰を受けない、それが神様の憐れみです。そして恵みは逆に受けるべきではないものを神様がくださるのは神様の恵みよですね。だから私たちの恵みというのは、その恵みというのは神様が本当は神様に与えられるべきではない、自分は罪人だからそんなものを与え、あの正しい人のようにね、正しく生きればこれは報酬として与えられるべきですけども、私たちは正しくないものなのに神様がそれを与えてくださるのは恵みです。神様の恵み、私たちみんな恵みが必要です。私は神様、私が与えられるべきものを与えてくださいと言いません。絶対にそういう祈りを祈る人は愚かなものですね。神様、私が与えられるべきものを与えてください、要するにね、私が稼いだ給料を払えみたいな感じです。いや、私が稼いだものをいりません。私は罪人です。私が稼いだものは悪いものです、罰です。だからその罰よりも神様の恵みを与えてください。で、神様はその恵みを与えてくださいます。私たちが自分の、ね、自分は惨めな、ふさわしくないものであるということを理解して神様に恵みを求めると、神様はその恵みはを与えてくださいます。そしてその恵みは十分であります。その恵みによって私たちは神様を喜ばせる、神様のご栄光のために生きることができます。神様の御心を果たすことができます。神様の御心を果たすことができれば、私たちは自分の力、自分の才能によってではありません。神様が与えてくださる恵みによってですね。ですから試練を通して神様の恵みを、知ることができます。神様の恵みが明らかになります。恵みが示されます、その試練を通して。ですから試練は素晴らしいのですね。その試練の一つの利益ですね。そして、多分今日はここまでにするかと思いますけども、最後に5番は、神様は試練を通して私たちに神様の力を示してくださいます。力を示してくださいます。同じ、の旧説ですけども、同じ旧説に、しかし、主は私の恵みはあなたに十分であるということを言いましたね。そして私の力は弱さのうちに、その十分完全なものになるんですね。ですから神様の力、神様の力、その神様の力が十分である。私たちは自分の力によって生きることはできません。神様の力でなく、でによって生きなければなりません。で、神様の力によ、神様の力はその試練に、私たちは神様の力が明らかになりますね。私では できない。で、よく私たち自分でやったと思うんですね。ああ、自分でやってきたって。自分でやったと思うのならば、傲慢なんですね。でも自分ではできなかった。ああいうのは自分ではできない。自分の力ではない。というのであれば、誰に栄光がありますか？自分で自分の力によって自分でやってきたと思うのならば、自分に栄光があるでしょ。私がやってきたぞ。自分に栄光があるでしょ。だから自分に栄光があって、傲慢になる。それで、だらけちゃうんですね。でも、自分の力によってではない。神様の力によってである。それを認めるんで
あれば神様の栄光は私がやったものではない。神様がやってくださったものですね。私を通して神様が力を与えてくださいました。私の力によってではないです。私の才能ではないです。神様がやってくださいました。そういうことを理解、神様の力によってであることを理解することができれば、私たちは神様に栄光を与えます。そして人間の生きる目的は神様の栄光でしょ。ですから私たちが神様の、生きてほしい目的を果たすのならば自分の力によってではなくて神様の力によって生きなければいけない。そしてそれを理解するには試練が与えられます。自分ではできないよ、それを示すための試練。そしてその試練を乗り越えたら神様がそれをやってくださった。ですから神様に栄光を与えましょう。そして自分も神様を褒めてたたり栄光を与えたりしますし、他の周りの人も あの人は自分の力じゃなくて神様の力、多くの人は自分でやってきたと思うんですね。新約聖書の中で、その奇跡を起こした人たちは他の人はどう言いました。この人たちはこういうことができないのは当たり前だから、これは、誰か他の者の力によってですね。そして、人たちが説教した時に、使徒行伝の2章にその説教の時にみんながこの人たちは、業者でしょ、ただ魚釣りでしょ、大学も行ったことない、なんでここまで聖書が詳しいんだろうとかね、神様のことが詳しいでしょうと、それは神様を褒めてたいました。その人たちは自分に力があったんではないんですね。自分に知恵があったんではないんですね。でも神様にその知恵、力を与えられました。そして神様に栄光がありました。誰も、あの人は素晴らしい言いました。あの人の神様は素晴らしい言いました。でそれが私たちの生きる目的であれば、試練を通して自分が弱いということを示されて、そして神様の恵み、神様の力がそれをしてくださったことを明らかにしてくださいますので、試練はいいことです。いいことです。ですから、初めの疑問をまた、振り返ると、私たちは、なぜ、いい人に悪いことがあるのか。まず大事に、いい人っていうのはいません。悪いことを経験する、で私たちみんな罪人です。結果としては本当は私たちは悪いことばっかり経験するべきです。なのにそれをしないというのは神様の恵み、憐れみの上ですね。だから本当はいい人はいない。そして第二に、義と認められたとしても、実際に私たちが義人じゃないんですね。神様がイエス様の義を私たちに当てはめているだけですので、でもその人たちにも、その人たちには本当は悪いことはないです。悪いっていうのはないです。ローマ書8章28節の約束です。益としてくださる。すべてを働かせて益としてくださる。ですから、試練はいいことです。素晴らしいことです。あなたは今までどう思ってましたか、その試練のことを。パウロと同じように、神様はこれを取り除いてくれ、これ邪魔だ、取り除いてくれと言いましたか。いや、試練はいいことです。試練は楽しくはないかもしれません。苦しいかもしれません。そして涙を流しながら、ね、神様ですけども、それはいいことです。神様は益としてくださいます。そして後でその利益を、理解することができます。神様に栄光があります。神様の栄光となりますので、試練は素晴らしい、素晴らしいものです。ですから今度試練に遭った時にね、それを思い出してください。覚えてくださいね。神様、テソリケにパウロ言いましたね。絶えず、全てのことに感謝しなさい、絶えずに祈ってなさいと書いてあるんですけど、全てのことによって感謝しなさいと書いてあります。それは可能です。全てのことですね。全て、いいことだけを感謝してください。神様、お金を与えた、ああ、楽しい、ありがとう、神様。いい経験した、ありがとう、神様。というより、本当は逆にね、私たちはいいことを経験すると、よくその理由で私たちは、傲慢になったりしますね。いいことしてみんながおはは言うと、私がやったものだと思って感じ、それによって堕落すると、そのいいことなかった方が良かったかもしれませんね。私がよく、使う金持ちとラザロの話ですけども、ね、金持ちは金なかった方が良かったんじゃないですか。みんなは、ああ、金持ちいいな、羨ましいなと思ってたんですけど、本当は金持ち、金なかった方が良かったんじゃないですかね。
ラザロは何にもなくて天国に行きましたよ。まあ何もなかったからじゃないんですけど、まあ何もなかったから神様に頼らざるのがなかったから、で金持ちは神様に頼る必要がなかった、自分でもう多くの持ち物を持ってたし、ね、だから神様に必要ないと思ってたんですね。だから本当は金持ちは金なかった方が良かった、ね、ラザロは金なくて良かった、ね、でもそういうことは思いませんね。私たちは試練に会うと試練に会いたくない、試練ない方がいい、いやでも試練あった方がいいですよ本当は。だから自分が今度試練に会うときに思い出してください。これはいいことです。これは神様の身のために経験させてくださっていることです。これによって私はクリスチャンとして成長していきます。これによって私は自分の立場、自分がどういうものであるか、弱いものであるか、弱いのを理解するようにします。そして神様に祈り、神様に頼り、神様の栄光のために生きることができます。ですから試練はいいことです。ですから今度試練に会ったときにその利益を考えてください。そしてその利益を考えると心の中に感謝が湧き出るんじゃないかと思いますね。神様、この試練は苦しいが本当に与えてくださってありがとうございました。これによっては自分の弱さが分かるし、神様の力、神様の恵みが分かりますので、そしてこれによって神様が他の人の目の前でも神様が栄光を受けますので、素晴らしいことです。素晴らしいことです。私の試練によって他の人が神様に招かれるならば、それは素晴らしいことですね。ですから試練はいいことばっかりです。そしてですから私たちは正しく神様と関係を持っているならば、悪い、本当は悪いのはないです。神様はその私たちが思う悪いことをいいことにしてくださる、そして私たちの利益のためにしてくださる、益としてくださることが神様のことです。ですからそれをもって励みこれその言葉を考えて、その言葉を考えて励まされるべきですね。私はこの、激しいことを、苦しいことを、支援に会いたくないが、これを通して神様が働くならば、神様の栄光があるならば、これは素晴らしいことです。神様ありがとうと言うべきです。ですから今日そうしましょう。今を頭を下げて祈りましょう。愛する天皇様、あなた様は、全てのものを支配している主権者です。神様は全能全知を持った、主権者ですので、本当に神様はできないことはない、神様は知らないことはない。神様は、わざと私たちに試練に合わせてくださっている。でも、愛の心を持って私たちに試練に合わせてくださっていることを、今日分かりました。一人一人が、今は試練に合ってない時にそう言えるかもしれませんが、試練に合った時もそれを思い出させてください。その試練は身のためである、神様の意図のためであることを思い出させてください。そして、耐え、それによって成長していく、その中で成長していくことができますよ。神様が働いてください。まだイエス様を自分の救い主として信じ受けたい者がいれば、神様に身を委ね、イエス様を自分の救い主として信じ受けさせてください。そうしたらばこの試練は益としてくださる約束は彼らに当てはまりますので、そうさせてください。イエス様の名前によってお願いします。アーメン。ではまた来週この時間にお会いしましょう。